やどもダルと申します。今日もよろしくお願いします。ポケットモンスターソード&シールド実況プレイ始めていきたいと思います。では地下プラント、おっ、ホップインちゃん、なんだよなんだよ、兄貴は助けられない、なんで、ちょっと話しかけてないよ俺、兄貴いないじゃん、何をする気なのかな。ジムチャレンジャーさん、ブラックナイトを止める。うわ驚いたな、君は何を言っているんだ、もう止める必要はない、すでにブラックナイト、いや最強のポケモン無限ダイナー目覚めたんだよ。ちょっといいかな、君からすれば私はひどいことをしているんだろうね、みじんも理解できないんだろうね、だがね、私はガラル地方が永遠に安心して発展するために無限のエネルギーをもたらす信念と使命があるのだよ。そのために無限ダイナに願い星を与えていたのだ。ナックルシティで起きた赤い光の騒ぎ、あれも無限ダイナを目覚めさせるための実験の一環だったんだ。いいかね、ガラルの未来を守る計画を邪魔するなんてもってのほかなんです。急に戦うの？モス、ホイッパーボールじゃん。マクロコスモスのあれなんだ。ローズなんだ。シュバルク、ああ見たことあるけど戦ったことはないぞ。こいつ剥がれタイプじゃない？いや分からんて、捨てゼリフして固定するか、多分剥がれタイプだよな。だから焼肉バックします。剣の舞、まあ、まあ攻撃力は1段階だよな多分。炎のうち、いけ、ナイス、捨てゼリフが刺さったね。厳しいね、厳しすぎるよ、そういうのは良くないんじゃないの。ギギギアル、あれもしかして君剥がれタイプしか持ってない説、え、よいしょ、うっす、マクロコスモスってさ、なんか剥がれタイプしか持ってなかったな確か。有用じゃん有用、ニャイキング、はい剥がれタイプです。あ、なんだ有用じゃねえかよ、はいはいはい、はい、どうも、はい、お疲れ様です。いいじゃん、やべ男より先にレベル上がっちゃった。ナットレイ、はいはい、もう余裕です。燃え尽きり一回やってみる、これで焼肉はもう炎タイプがなくなっちゃったんですよね。おや、最後の一匹ですね。ちょいと困りましたね。大王道、あー大王道さんね。ダイマックス使えんの、大バーンで行こうか。全部鋼タイプじゃん、余裕じゃねえかよ。ナイス、今ただの虫タイプだぜ。ドカーンと一発やってみせましょうかね。全部ハイパーボール捕まえてんだなこいつ。でかー、え、なんで姿変わるの、いいなかっこいい、もう本体見えんけど、耐えるね。大サイズ、ありがとうございます。
せんよう言うてはりますけど。大パーでいくよ。よっ。はい、終わりでーす。お疲れ様でした。ダイオード水だったんだ、お前。オッケー。よし、あー。いや、男わかんねえな。なんで笑っとんだ。いいね、ポケモン勝負は久しぶりに戦って満足だ。いや、14,400円もらっちゃった。嬉しい。さすがです、三尾くん。愛しのガラルが誇る無敵のチャンピオンが選んだジムチャレンジャーですよ。いや、君とチャンピオンのチャンピオンマッチを見たかったね。ジムチャレンジとか無駄にしちゃって本当に申し訳ない。だけど仕方ないよね。エネルギー問題を一刻でも早く解決すべく無限ダイナを目覚めさせたが制御できなかった。私を助けるために彼は幸せでやってきたんだ。それこそお姫様をドラゴンから守るナイトのようにね。さて、私は、演説が大好きだからね。話がとても長いけれどそろそろ終わらせますよ。だって上ではチャンピオンが無限ダイナを捕らえたところでしょう。気になるのであれば、捕らえたところ。私に負けてボロボロのホップ君もお前負けたんかい。ボロボロ院長分かってないな。俺もポケモンも諦めないぞ。院長が開催してくれたジムチャレンジを学んだからな。おい、ほんと男ができてきてるなお前。じゃあな院長、こんなとこで無限大なお前育成してたのかよ。お、どこだ。三つ、俺は覚悟を決めている。お前は大丈夫か。はい、よし、行くぞ。俺さ、ポケモン大丈夫だよな。別にいいんだけど。うわ、無限大ないる。すげえ。あんまりでかくないんだな。危険を顧みず助けに来てくれたのか。心の底からサンキューだ、ホップ、ミツオ。お前らはたくましくなったな。だが安心しろ。無限ダイナの能力なのか、ダイマックスできず手こずっている。チャンピオンタイムもいよいよクライマックスだぜ。リザードンをはじめ、チャンピオンチームで力、チャンピオンチームの力で無限ダイナを追い詰めた。あとは暴走を止めるためボールで捕獲する。ただそれだけだ。見てろよ、チャンピオンタイム。頑張れ。捕獲できるのかい君に。おお、無理でしょ。一振りもしない。お、一振りした。え？おお、戦闘ね。戦える？こいつあんまりでかくないんだよな、無限大。どうすればいいんだろうな、これ普通に戦えばいいの？シャドウクローとか、デューの波動、えぐ、レベル60だな。めっちゃ強いな。雷って効かんな。素早さ高いし。わあ。もうヒット、でこ捨て台詞するか。じゃあ、戻る。妖精だな。じゃあドラゴンタイプに強いからね。レベル60なんだね、火炎放射。ああなるほどね、そうきたか。はい、強いですよ。こっち硬いんでね。ムーンフォース落ちるでしょ。勝っちゃうんだけど俺。大丈夫？え？効果抜群じゃないの？ダイマックス砲。怖すぎ。ドレインキス。いや落ちんか。はい、
聞かん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 聞かないっちゅう話よ。倒しちゃっていいんだよねとりあえず。うんだよね、捕まえれなかったもんね。だってやったニーフィア強。何すごい、コントローラーが震えてるもん。えぐ、むっちゃでかなったよ。あー見たことあるわ。そうだそうだ、あれ無限ダイナなの。え、やばない、これ勝てんでしょ。あ、ホップ来るのね。周りに浮いてガレキとかねぶつけられたら終わりだよ俺ら。無限ダイナが現れた。パンダじゃもう無理だっちゅうの。なんだよでかすぎるぞ。ミツオ一緒にやるぞ。え、回復してほしい。押しやえんや、無理やん。え、力だ、え、技出せないの。やばくねそれ。忘れてた、まどろみの森で剣と盾を見つけたんだった。使えってこと。いや無理やん、道具ないもん。三つおも剣を頼む、ボロボロで何かできるかもしれない。分かった、20分行ってもいいな。とりあえず頑張ろう。来た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 。あ、その岩にいたんだ。へえ。あ、本当にさっきのは幻だったんだね。神秘的だね。来た。おお、かっけえ。おお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 お、来た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 。え、何？かっこよ。君はそうでもないな。ザシやん、かっこよ。いや、よかった、ソード買って。はい、出ましたよ。さあ、無限ダイナ倒そうぜ、一緒に。不動の剣。不屈の剣。不動不屈ね。戦える。遠吠え。光の壁。おお。マイドラグーン。めっちゃ俺狙ってくる。ダイマックスしてるってことね。じゃあ今アームハンマー、え、クラワナ行け、チェルモンドルや。あ、全然クラワ。じゃあポケモン変え、ああ、あれするか、ステテリスするか。巨獣さん来たー。よーよー、 YouTube で見るよこのエフェクト。うぅ、食らうね。
居住団って言うんだよ、この人は。この人とか言っちゃった。縦でタックルする。あー、ザマゼンタ強いな、ライバーン。あー、やばいんじゃない。素早さ早いな、やっぱり弱い。妖精でいこう。いやームーフォース、頑張れ。いい、めっちゃダメージ入る。強っ、強いよ。あー、まあ普通、普通。何？特性？えぐ。毒タイプの技？攻撃力？特攻か。うざいな。あー、全然食らわんな。でも次のターンで終わるでしょ、さすがに。いいよ、決めてくれ、居住山で。あー、よいしょー。え、なんかさっきより耐えるやん、なんで。頼む、居住山で行ってくれ。ゴー、ナイス、削った、オッケー。長かったなよっしゃー、このイベントも終わったか。今だ、3つを無限大の捕まえろ。お前捕まえなくていいの、もらっちゃうよ。じゃあモンスターボールでいいでしょ、使わないもんだって俺無限大な多分使わない。うわ、でかい。すごい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 。おお、やっぱモンスターボールダメだった。え、ず、すごい、地面破壊しちゃってる。いい、ああイエーイ、すごよかったね、剣と盾持ってきといて君たち。お、うわすげえかっけ。ああ戻ってっちゃった、ありがとうね。君たちも捕まえれないんだね、まだ。はあ、うわもう、もう最終回見えてんじゃん、もう最終回見えてますよ。うわーすげえ、シュートシティ3日後。ほう、チャンピオン戦か。ローズ委員長自首したんだって、たまげたね。無限ダイナを目覚めさせ世間を混乱させたんだ。まあ当然だよな、自首したんだ。なんか泥のように寝ていたぞ。みんな騒いでいるけど解決してよかったな。ザマゼンタやザシアンのおかげで無限ダイナに勝ったんだもんな。チャンピオンマッチをするぞってめちゃくちゃ言うんだもん。兄貴だって意識を失うひどい怪我をした。そうなんだ。まあ俺には、兄貴の気持ちはわかるけどな。だってミツオとの真剣勝負楽しみすぎるぞ。チャンピオンとの、試合はもちろんシュートスタジアムだと。了解、じゃあ本当にじゃあ次チャンピオンと勝負できることですね。です。ではご視聴ありがとうございました。次のパートでチャンピオン戦お届けしたいと思います。お疲れ様でした。